回は北条泰時の妻である初についていろいろと解説していくぞ。解説の前に、初と矢部善には同一人物である。どちらの名前を用いても基本的には間違いではないが、今回の解説では鎌倉殿の13人に合わせて初と呼んで解説していくことにする。補足だが、矢部善にとは初が出家した際の名前なんだ。なるほどね。また史実によると、初という名前は架空の名前で、本来は矢部善にという名前しか明らかになっていないぞ。それでは初がどのような人物だったのか解説していこう。初は鎌倉時代の女性で、文治3年に生まれたとされる。そんな初の父親は衣笠城の城主であった三浦義村である。義村ってあの義村だよね。そうだぞ。あのいろいろな意味で賢く生きている義村だな。また初は三浦安村、三浦光村の姉にあたる人物なんだ。父親の義村は三浦氏の棟梁で、鎌倉幕府において源頼朝を大いに助けていた。そのため建久5年2月、北条義時の長男である泰時が13歳で元服した際に、頼朝は三浦義澄を呼び、三浦氏からいい娘を選んで泰時と結婚させるように命じた。これで泰時と初が結婚することになるんだね。いや、すぐには結婚しないんだ。え、そうなの？具体的に言うと、二人が出会ってから約8年後の建仁2年に結婚しているぞ。交際期間が8年間ってなかなか長いね。まあ交際期間というか、いろいろな事情でタイミングが合わなかった感じだな。二人のタイミングのズレはいろいろとあるが、結婚後の翌年には北条時氏が誕生した。しかし理由は不明だが、建仁3年に泰時と初は離縁してしまう。どうして二人は離縁してしまったの？それはいろいろな理由があったと言われているが、詳しいことは分かっていないな。泰時と初、二人が離縁した理由は、博士が言ったように詳しいことは分かっていない。しかし言い方を変えれば、理由なくして離縁することはないだろう。では明確になっていない理由とは何なのか。それを考えるには、まず泰時の女性関係を考えることが重要だと思われる。泰時は生涯で何人の女性と恋に落ちているの？恋に落ちているとはなかなか変わった表現だな。光が言いたいことは、何人の奥さんがいたのかということだな。そうそう、それで何人の奥さんがいたの？泰時には正室が初、離縁後に阿保実一の娘、側室は数人いたと考えられているな。まあ当時の有力者だったらそれなりの女性と関係を持っているんだね。そうだな。それで泰時は建仁2年に初を妻として迎え入れ、その翌年頃に離縁したという流れになっているぞ。離縁する理由が全くなさそうだけどね。博士はどう思うの？そうだな、突然の離縁なので何か大きな事情があったと思うが、何とも言えないな。大きな事情、泰時と初が離縁しないといけなかった大きな事情とは何なのか考えても思いつかない。ただ建仁3年頃の鎌倉幕府はいろいろと大変だったことは間違いない。具体的に言うと、建仁3年9月に比企能員の変が起きているからだ。もしかすると比企能員の変が泰時と初が離縁した理由なの？おそらく関係ないと思うが、一説としては可能性はあるかもしれないな。例えばさ、初が比企能員と三浦氏が何か関係があって、それで離縁することになったとかじゃないの？その話が全くないとは言い切れないが、泰時と初が離縁するメリットがないと思うんだ。またはっきりしたことは言えないが、初は泰時との間に長男である時氏を産んでいる。その上正室なので、それなりに権力を持っていた可能性は高いと思うぞ。確かに初の立場を考えると、よほどやばいことがない限り離縁させられることはないだろうね。その他に考えられることは、泰時と初があまりにも夫婦の仲が悪かったからではないだろうか。
不仲のために離縁か。全くなさそうな話ではないけど、実際はどうだろうね。私はおそらくその話はないと思うな。仮に夫婦仲が悪くても、現代のような価値観が当時にあったとは思えないしな。やっぱりそうだよね。ただ考えられるのは、北条家の人間の誰かが初に対してよく思っておらず、無理やり離縁させたかだな。確かにその線は少しありそうな気がするね。それ以外だったとすると、時氏が泰時の子供ではなかったとかだな。実際は別の男性の影があったってことだね。まあ想像でしかないが、おそらくそれもないと思うな。結局泰時と初の離縁の理由についてはいろいろと調査したが、確かな内容を得ることはできなかった。しかし鎌倉殿の13人では2人が離縁した理由が描かれると思われるので、注目していきたい。それで泰時と離縁した初はその後どうなったの？離縁した初はその後佐原城の城主である佐原盛綱と結ばれることになったぞ。そのことを知ると、誰かが意図的に初と泰時の関係を引き裂いたような感じがするね。そうだな。先ほどは言っていなかったが、私が思うに二人の関係を引き裂いたのは北条家の人々が深く関係していると思うぞ。僕もそんな気がするよ。やがて盛綱と結ばれた初は芦名常光、三浦時盛など3人の子供を産んだと言われている。それから天福元年、夫である盛綱が亡くなると出家し、矢部善二と称した。宝治元年には当時の執権であった北条時頼と足立景盛の策略によって、三浦家の当主である三浦安村は鎌倉にて挙兵し、宝治合戦が起きた。この時三浦一族の多くは安村に従うことになった。しかし常光など初の子供たちは時頼に従うことになった。どうして初の子供たちは時頼に従うことになったの？おそらく初が子供たちに対して時頼に従うように命じたからだと言われているな。出家してもお母さんの権力は強かったんだね。その他にも初が子供たちを北条家に味方させた理由がある。それは三浦家の将来を考えたからだと言われている。このことについて具体的に言うと、三浦家は建暦3年に起きた和田義盛の乱から北条家に目をつけられていた。そこで初は北条家との関係が良好になるようにいろいろと手を尽くしたと言われている。初は具体的にどんなことを行ったの？残念ながら詳しいことは分かっていないな。だけど結果として初が取った選択が正しいことになるんだ。結局宝治合戦は北条家の勝利に終わった。敗れた三浦氏の人間の多くは一族もろとも根絶やしにされることになった。あの時初が三浦側についていたら、おそらく亡くなっていただろう。また初の選択が正しかったので、後に盛時は三浦姓を名乗ることを許され、三浦家を再興しているんだ。一つの選択で一族の未来が変わる時代だったんだね。やがて建長8年に初は亡くなった。去年70歳だと言われている。初はどうして亡くなったの？おそらく病気で亡くなったと言われているぞ。また初が亡くなったことにより、時頼は50日間の喪に服したとする記録が残っているな。結局のところ初が泰時と離縁した理由は明らかにならなかったけど、全く北条氏と関係が悪かったとは思えないんだよね。それは私も同じだな。ただ何か理由があったことは間違いないだろうな。その点が鎌倉殿の13人でどのように描かれるのか注目だな。初の生涯は波乱に満ちていたことは間違いない。それでも初は一族のために最善の選択を取った人物であることは間違いないだろう。鎌倉殿の13人では福地桃子さんが初役を演じる。福地さんの演技にも注目していきたいところである。
この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。